やっぱり三尊になってるんですか。そうです、今ね阿弥陀さんに見立ててあるんですよ。こちらが皆さんがおられる世界でね、向こうが阿弥陀さんの仏様の世界ということでね、阿弥陀さんに見立てて、この正面であるのが自体師で、秀吉が自宅台から持ってきたというね、名跡ですね。もともとは岡山県の倉敷の方にあった藤戸石という名前である。これですね、高さが 1.8 メートルぐらいの石ですね。小井先生はですね、大茶会はここであったんですか。あのね、お花見でお茶会はね、北野の天神さんです。あ、北野の天神だったんです。ここで、ね、大茶会というのをされた。よく間違わないんです。ああそうですか。こちらはあの大炉のお花見です。花見だけど、あ、そう、あ、そうですか。あれから持ってきて一生懸命植えたんでしょ、これも。あの桜はね、桜はね、そうです、彼らも。これはいいです。すごい白お寺だからね。石を見に来るにはいいのかもね。怖いよ。カモの三石いっぱい石見るとこがあるじゃないですか。秋は素晴らしいだろうね。あ、こういって葵のまま見たね。これ見たね。この石のここにいるとこだね。13石これがあるのが藤戸石。カラモンっていうのがあって、これが醍醐寺の庭園の説明図に載ってますね。今この、丸六の、表書院から撮影しています。そして、先ほど紹介した藤戸石は、まあ、ここから見るとこの場所にありますよね。そしてこちらの方から順番に説明して、いきますと、この正面奥に唐門があります。そして真ん中に、橋がありますが、あの橋の、向こう側が10番の方なんだ。10番、鶴島、これが鶴島ですね。で9番、この横のこの橋の横のこの島が亀島と。そして、鴨の三石というのが11番にある。これですね、11番、これが岡村三石。そして、藤戸石の、向こうが豊国大明神がこの辺ですね。この辺に小田原にあるという、まあ、そういう、ここに書いてます。そして藤戸石は、これは天下を治める者のが所有する石であると、室町時代から歴代の権力者によって引き継ぎれたもので天下の名跡と言われる。秀吉の命により、醍醐の花見の後に自爆台よりここに運ばれたと。そして、庭園の正面にですね、庭園のあそこに、これですね。本当はこれが見たかったね。これが弥勒菩薩がここで天下の名跡、藤戸石であります。